木更木田優は違い屋は、京都府京都市下京区の花町、島原の沖屋県お茶屋である。現在も営業を続けている。創業は、元禄元年、沖屋として始まる。沖屋として、創業当時の名は、陽下郎。お茶屋兼業は、明治5年より、現在の建物は安政4年に再建されたものであり、明治4年にほぼ現在の姿となった。かつては、 芸ー等も抱えていたが、現在は太陽の実を抱え、太陽の教育の場であり、また、園石の場として営まれている。表に観覧者説の札がある。建物は昭和59年に京都市指定有形文化財に指定された。太陽道中に使われる傘を襖に張り込んだ、傘の間、本物の紅葉を使って型取りした上に彩色した壁が使われた紅葉の間が、 特徴的である。いずれももともとは、当主の部屋であった。傘の間の傘には、こうの文字が入っているがこれは、当主の姓が、高橋だったということに由来する。1階には、近藤勇書の屏風が、2階には、桂小五郎書の掛け軸がある。浅田二郎小説及びテレビドラマの、わちがいや糸里で有名だが、糸里が、わちがい屋にいたとの記録は、わちがい屋側にはない。 維新の名家と言われた、桜木太夫を抱えていたのはここである。ありがとうございます。